皆さんどうも、ピーマンドウエスというわけで、今回サクサクセスで4割バッターを作るぞ、実況3回目になりますぞい。ここね、実況2回やってきてます。計6人の選手を作ってきましたが、未だ4割バッターはいません。一番高かった打率が3割6分5厘。これ2人目に作った選手ですね。で、一番低かった打率が、2割4分7厘。これ3人目の選手ですね。まだ作れませんよ。ただ3割6分5厘。かなりの高打率をね、作った俺ならば4割バッター、この実況で作ることができるんじゃないでしょうか。ちなみに前回実況2回目3人作ったんですけど、その1人目が2割7分4、2人目が3割2分7、3人目が2割5分6厘と、前回の実況で一番高かったのは3割2分7厘。ほんでこの6人のうち3割打ったのは、2人のみとなってますね。4割バッターを作るって言ってんの3割の比率が低すぎるだろうと。全員3割じゃないとダメなのね。やばいことになってるよ。まあこの実況3回目では作ろうと思うからな。期待してみてくれよ。オッケー。じゃあサクサクセスで選手を作っていこう。さて、このシリーズ7人目の選手をね、まず1人目として作ろうと思う。球団設定はね、どこにしようかな。じゃあ、今季2016年は打撃力が非常にすごい広島で作っていこうかな。持ち込みアイテム、もうこれはミント強化カードは絶対持っていきますのでね。そしてまあ、1人目なんでブスにね、邪魔されないようにぶっ飛ばしカード、この2枚でこのシリーズ7人目の選手を作っていこう。レッツサクサクセス。で、エンジンワンワンワンやっていこう。さて、あ、これは俺が今マイライフでプレイしてるあのキャラクター P1 じゃないですか。ちょっと会いに行こうか。どっちに行くバカ野郎、こっちに来いよ。お前俺が作ったキャラクターなんだから。おい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 、俺から逃げるのか。いわば俺はお前の親やぞ。親から逃げる子供って何なんだ。虐待とかしてねえからな。あら、宝箱そっちに出たのかい。最悪だな。うわぁ、守備力超人伝、ミート超人伝が良かった。で、これ、はい、ミートならいいね。まあ、マイライフでたくさん撃ってますからね。で、宝箱近くに来い。どこだ？よーし、下に来たね。よっしゃよっしゃよっしゃ。じゃあ、ステージ1、この宝箱取って終了だ。パワー超人伝、いきなりパワーが D の51。いや、パワーあるのはいいよ。ここまで作ってきた選手の中でもね、ホームランたくさん打った選手いましたしね。ここまで私が作ってきた中で最高 OPS は 1.02。ホームラン45本打った選手ですからね。ただ、この実況も何度も言ってる通り、打率、そこだけをね、重点に置いてね、やっていかないとダメですから、どんだけホームラン打とうか関係ない関係ない。非常に関係ないですから。おー、体力超回復、いいね。おー、ムジパネが多く光り出した。ナイス、いいぞ。ミートマス下に出たんで踏みに行こうか。いや、いや、いいね、いや、どっちとも D いったね、パワーも。ミートも。で、こっちのパワーマスも踏んでおこうか。よし、やっぱヒートを打つためにはパワーも必要だからね。パワーがないと内野の頭すら超えることができないかな。まあ、つけすぎるとそれもまた逆にね、ちょっと問題だけど。で、ステージ3では宝箱が1つ、ミートマスが確認できるだけで2つだな。いや、少ないね。これシャッフルマス踏んでおこうか。はい、宝箱近くに生きてないし、またシャッフルマス踏まないとダメだね。お、体力回復、マジで？回復しまくるね。で、宝箱、上に出たのか。遠いな。ないか、取りに行こう。はい、はい。選手かも。選手に会ってねえな。俺特殊能力何ももらってねえや。かも。くれ。マルノーの特殊能力だっつってんだろ。頼むよ。お、また体力回復。わーお、つきすぎて逆に怖いパターン来たね。お、また体力回復。ちょっと待って、怖えな。逆にここまでね、体力回復させられると変な薬打たれてるわけじゃないよね。ちょっと怖いんだけど、これで出場停止みたいなことないよね。怖えな。わかりませんが、いいことが続く。で、ステージ4では戦士が2人、また宝箱があるね。ミートマスは確認できるだけでは1つだな。どうしようかな。まずそこの選手に会おうか。ああ、特殊能力くれねえこいつら、嘘だろ。全部なんか能力系だけ上げてくれるね。シャフルマス踏んでみよう。近くに宝箱は？あー、近くない。うわ、これマイナスおにぎりマス踏まんとダメだな。まあ、しゃあないか。踏んでいこうか。やっぱ宝箱はいいもん。おー、ナイス！青マス追加だ。うん、満塁男か。うわ、初めてついた能力がしょべえな。うわ、これブス怖えぞ。ブスが怖いぞ、非常に。これブスハメできるか。
できないか。まあ、とりあえずいいや、ミートマス踏んで。ほんで、そこにもミートマスがあるから、そっちも踏んで。よし、これで終わり。お、野球マンナイス、よく来てくれた。野球マンどこだ。あ、そっちか、会いに行くことはできないね。うん、会わなくて OK だ。いやいや、ここまで非常に素晴らしいよ。ただ、特殊能力がないのが残念。そこだけだね。で、最終ステージ、まあ、いい選手作れてるからね、失敗しないように。ミートマスは確認できるだけで2つか。2つね。うわ、パワー下がった、最悪だ。守備力超人ね、いらねえっつってんだろ。守備はいらんのだよ。だいたいわかるだろ。お、ブス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 レリゴレリゴナイス。あ、ほんで、イエーイ、これで全部青マスがミートマスになったね。ウェイ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 。ほんで、選手にも会えた。積極通る、いらないいらない、バカじゃないの。4割4割。4割が大事なの。赤パネルも輝き失っていく。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、オーマイガーだね。よっしゃ、オーケー、 A 突入。まだまだ強くなれるぞ。残る体力は6。S 突入したね。1、2、3、4、5。いけるね。はい。これで終わりだ。イエス、 S の99。これならマックス行きたかったわ。あと1欲しかったね。あと1足りないとこマジであんのか。いや、素晴らしいよ。完全に素晴らしい。これは、まあ、このシリーズキャリアハイの3割6分5厘を超えられるような、そんな選手をいきなり作っちゃいましたね。このシリーズ、もしかしたらこの7人目の選手で終えるということがあるかもしれない。4割バッターを作ったらその時点で終了にしたいと思いますのでね。はい、素晴らしいです。パワーもおまけ付きでついてますからね。本塁打もかなり期待できる。ただ特殊能力がね、満塁男以外何もついてないので、まあ、そこは残念ですけど、能力これだけ高ければね、ホームランもたくさん打てるでしょう。非常にいい。次シリーズ8人目行きましょう。さて、次に作る選手の球団設定はね、ちょっと広島ではあまり特殊能力手に入れられなかったんで、セリーグは一旦分かれて、じゃあパリーグの日ハムで作ろうと思う。で、ミート強化カードと次はチヤホヤカード。この2枚で作るよ。レッツサクサクセス。ヘイチ！ワンワンワンやっていこう。さて、また宝箱があるね。選手も2人、ミートマスも多いね。全部で3つ。素晴らしいぞ。あら、ただマイナスマスでミートが下がってしまう。ハプニング。あー、やべはね、正直合わなくてもいいんだよな。あっても特殊能力はヘッドスライディングしかくれないからね。うわ、ちょっと待て。これ先に進みたいの、この紫マスがある限りね、青パネルは全部補給パネルになるんだよな。変われ。あ、よし、これでミートマスになった。ウェイ、青マス全部ミートマス来たぜ。ほう、運もある。運がありすぎる。ほんで野球超人伝で全体能力アップ。素晴らしいね。で、一周回って帰ろうか。体力回復、ウェイ、センキュー。うわ、いきなり D の54か。さっきの選手は能力が素晴らしかったけどね、特殊能力がなかった分、今回はまあチヤホヤカード持ってきてるんで、たくさん特殊能力が欲しいんだけど、いきなりしょうもないヘッドスライディングなんてくれて、こんなもんはいらないんですよ。ふざけやがった。後でボコボコにしてやる。何も悪くないのね、あいつ。で、ステージ1も、おー、ステージ2も、ミートマスたくさんあるね。お、また体力回復。ほんとよく回復してくれるわ。ガンダーに会いたいんだが、ガンダーはこっち来ねえか。ガンダー！ガンダー！ノリノリになったけど、ガンダー、ガンダー、あ、てめえは来ねえのか。おー、無地パネルが青く光り出したー。ウェイ、ガンダー！ガンダー！意地でも逃げていくスタイル。なんじゃお前。嫌なやつだね。積極打法か。起用法がついたね、これ。ね？あ、パワー超人ね。またか！今回パワーのおまけ付きが多いね。ガンダガンダ逃げるな、本当に。なんじゃこいつ。もうええわ、あわんあわんあわん。スルーじゃ、お前みたいなバカ犬。後でお前から寄ってきてもガン無視してやるからな、覚えとけよ。さて、ステージ3、宝箱が真横にあるね。ただ、このステージからブスが降りてくるから、どうしようかな。ステージの構造上を考えたらもうこれすぐ出た方がいいね。お給超人ね、しょうもな。いらねえよ、こんなもん。で、下から行こうかな。おにぎりマスあるんでね。よし、そっちから行こう。はい、これでミート B の73突入。体力超回復、センキューありがとう、助かった。正直あまりなかったんでね。バント丸、ノーノーノー。アベレージヒッターをくれる優しいものはおらぬのか、この世界に。全員しょうもねえわ。これで終わり。ちょっと特殊能力マジでいいもんちょうだい。なんなんだよ、バント丸だったりね、起用法の積極打法だったり。いらねえっつってんだろ、そんなもんは。さて、ステージ4では宝箱はそちらにあるのか。取りに行こう。
おお、赤パネルが青く輝き出した。やっべ、ほんとやっべ、マジついとるわ。あー、ただチヤホヤカードを落とした。最悪だ。無地パネルも輝き出した。守備力超人ね。守備はいらねえっつってんのに。あさま、守備いらねえっつってんだ。日本語わからないのか。バカですか、あなたは。腹立つな。いい加減腹立ってきたよ。ブスに警戒だね。もうこれはブスにぶっ飛ばされるのが恐ろしいんだ。あ、でも上におにぎりマス2つか。これは取っておいた方がいいよな。うわ、気分が急に悪くなった。嘘だろ。うわ、肩力と何が入れ替わったんだ。あ、補給ね。食い物同士が入れ替わったんだ。別に問題はねえや。あ、でもこれブスこっち来た。飛ばされるな、これ。うわー、おにぎりマス欲しいけど、これブス目つけられたら確実にぶっ飛ばされるね。あいつ2マスずつ進んでくるから。これはやめておきました。あ、行ってたら目つけられてたわ。あぶね。ぶっ飛ばしカードは今回持ってきてないからね。プロ入りカードもあるわけじゃないんで、ここで失敗するわけにはいかない。ほんで、ステージ5来たよ、最終ステージ。2連続でね、ちょっとミーとSを行きたいんだが、厳しいかな。まあ、宝箱取りに行こうか。まずはおにぎります。はい、オッケー。ナイス、超回復。うわ、ブス真横。嘘だろ、嘘だろ、嘘だろ。これはちょっと遠くに飛んでもらわないとまずいぞ。うわぁ、ミジパネルが真っ赤に輝き出した。嘘やん。パワー超人伝に11。ブスがどっち来るかだね、これ。いや、これもちょっとどっか飛んでいってくれ、頼むから。どこ行った？うわ、真下いるじゃねえか、お前これ。よりにもって真下か。あぁ、もうマイナスは続くけど、上行くしかねえわ。下には行けない。ブスの動きが怖いね。シャクラだ、どっか飛んでいけ。うわ、地形！また地形！宝箱取ってもこれは終わりだね。特殊能力、うわー、全部打撃に関係ない。さよなら男、レーザービームとかね。いらないんですよ。そういうもの求めてるわけではないので。やべ、ブスがめっちゃ動くわ。選手もこっち来てくれよ、頼むから。あー、もうこれは終わった方がいいのかな。最後、選手に会いたいけどね。これ一番怖いのはね、マイナスマスが全部で3つあるのよ。これ次シャッフルマスなんだけど、それを踏むことによってゴール手前に来られたら間違いなく死ぬからね。いや、これはね、もうやめておきましょう。最後会いたかったですけどね、中田か。会わない方がいい。絶対こんなシャッフルマス踏んだら、あの3つのマスが絶対来るよ、周り周辺に。体力も少ないしね。残念ながらね、2連続でミーと S はいけませんでしたけど、これも A の84。そしてパワーもおまけ付きですからね。まあ、3割は余裕で期待できますが、やっぱ特殊能力だよね。今回、チヤホヤカードを持ち込んでやって、まあ、たくさんの選手に会ったんですけど、打率に関係する特殊能力は何もない。バント丸、レーザービーム、さよなら男。さよならの場面でより打てるようになるのはいいけど、そんな限られてるからね。それだけだと4割は厳しいから、そんな1回、2回の場面しかないですから、シーズン通してね。もっと特殊能力をくれたらいいんですけど、なかなかくれないのが残念だね。お次行きましょう。さて、このシリーズ9人目、そしてこの実況、最後の選手を作るよ。ここまでミート力が非常にある選手が作れてますからね。最後はミート力プラス特殊能力の選手を作ろう。球団設定はね、これ打撃力が、まあ一番強いと言われてるヤクルト、ここで OK ですね。ほんで持ち込みアイテムはミート強化カードと、2連続でチヤホヤカード。この2枚を持ち込んで、このシリーズ9人目、この実況、最後の選手を作るよ。レッツサクサクセス。ステージ1111やっていこう。さて、初期能力はこんな感じ。選手は2人、青マスは多いが、ミートマス自体は1個しかないのか。選手かも。とりあえず選手に会いまくる。意外性を手に入れたね。ほんでお前誰だ？あ、これサクセスのキャラクターだね。すんげえ顎割れてるけど。ほんでパワーか特殊能力はなしね。ミートマスはそっちの上に出てきたのか。はい、オッケー。組んで組んで。おー、体力回復。やべえ、マックスじゃねえか。ウェイ、ありがとうございます。まだまだちょっと青マスあるんで踏んでいこうか。パワーマスなどはないけどね。あー、ミートマスはね、ないけども。よし、これで終わりだ。ステージ1終了。次行きましょう。ステージ2、戦車どうだ？たくさんいるか。戦車2人ね。ミートマスも1個しかないのか。少ないなあ。これ俺が先作った選手じゃねえか。4割8ね。このシーズン、このシリーズ8人目の選手で、うわー、もうほとんど真っ赤じゃねえか。やべえな、これこのステージ早く出た方がいいわ。能力下がりまくるぞ。早く出よう。
選手にも会いたいけどね。体力回復、ウェイ、ありがとうございます。うわぁ、ミート下がるな、ミート下がるな。パワーも下がるな。うわぁ、ミート F の39いっちゃったし。もう、なんでだよ。さて、ステージ3。まずいぞ、さっきとは対照的だね。もっとミートを強くしていかないと、まずは宝箱だ。肩力超人で、いらねえっつってんだ、肩は。なんだ、肩いるのか。4割打つために肩必要なのか。知らなかったよ、そんなこと。選手ありがとう、よく来てくれた。川端ね、人気、違うだろう。お前がくれるべき能力、人気者、そんな人気ねえだろ、お前。人気者っていうのは山田哲人のことを言うんだよ。人気者をね、なんか安く売りすぎ。そんな人気者じゃないよ、この男は。ヤクルトの中ではってことね。プロ野球全体で見たら、結構名前覚えてない人多いよ。お前は違うだろ、そんなことよりも。人気とかどうこうじゃねえんだよ。バカですかと、一つ突っ込みたいね。ないわ、センス×だね、川端は。で、ブスはどこだ？うわ、ブス直線上にいいんじゃねえか、これ。目つけられて早々にアウトだな。どっか行ってくれ。野球マンナイス、ありがとう。素早い登場だ。野球マンがいなければ確実アウトだったよ。さて、野球マン、野球マン、ナイス。みずきちゃんね。センキュー、やっぱ可愛いわ。やっぱ一番みずきちゃんが可愛いっていうね。性格もいい。ちょっとツンツンしてるっていうだけでね。それがいいんですよ。男はそれや、それがありゃいい。ツンデレに弱い男ばかりですからね。で、ミートマスはあっちに全部で2つ。選手も3人いますからね。まあ、体力的には余裕はないですけど、会いたいな。はい。おお、体力超回復。バレンティンか。よし、パワー。ただ、特殊能力をほんとくれ。マジで。田中、お前もかい。体力回復なのは嬉しいけどよ。ちょっと待ってくれ。みんながみんなこんな特殊能力くれないことある？めちゃくちゃ選手に合ってるもんね。さて、お次ステージ5。体力的にはめちゃくちゃね、ありますから。ミートも、これ2連続で A 超えそうですね。補給はいらねえっつってんのに。守備もいらねえっつってんのに。バカじゃねえの、ほんと。いい加減にしてくれよ。なんだこれは。新手のいじめじゃないか。マジで意味不明すぎる。よし、A の81超えましたね。はい、あとはまあ、これで S いけたらいいんですけど。なのでこれ、ね、今回作った選手、どの選手にも3割打てる確率があるという、じゃない、4割ね、打てる確率があるということだよ。能力的には普通に打ててもおかしくないからね。田中、ダメだ、今回の選手はもう誰も特殊能力教えてくれねえ。あのもう、心に余裕がなさすぎるね。もっと俺は余裕持って生きていってほしいけどね。それこそ自分の手の内をね、相手に教えるような、そんな選手たちがいたら幸せになれる。余裕持ってるものっていうのは教えてくれる。ああ終わった。嘘だろ嘘だろ、これは無理だ。どうする、逃げるかゴールへ行くか。いやでもゴールに行ったらブスに飛ばされる。こいつは2マスずつ進んでくる。ああ踏むんじゃなかった。最悪、もうブスはめ覚悟でブスの方向かっていくわ。これで無理だったアウトだ。はい、無理でしたね。ゲームオーバー。もう本当にこのクソブスが、てめえこの野郎。どうだ、まだいけるか。体力は5。どこまで飛ばされた。いや、いけないこと、いけないね。これでどれだけ回復するかな。4、8マスだね。8、体力8。1、2、3、4、5、6、7。あ、いけるね。よかったよかった。失敗はなくだ。よし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 。マイナスマスでも体力回復、ダウンすることなく。よーし、ブスに邪魔されましたが、最後の選手も無事完成しました。3人連続がミート力 A を超えるっていうね、1人目に限った S の99ですから、すべての選手にこの4割打てる確率が出てきました。実況初めてのね、3人すべてが3割バッターあるかもしれないよ。実況2回やって6人作って3割バッター2人しか作ってないけど、この実況だけで3人できるよ。まあ、1人目でもしかしたら4割打って他の選手回すことなく、この実況を終えるということもあるけどね。はい、3人目の能力はこのようになりました。じゃあ全ての選手を今回作り終えたのでね、いざオートペラントで回していこう。
OK、 じゃあまずはこのシリーズ7人目の選手から回していくよ。この選手は広島の4番ライト固定で1年のシーズンを回していきますのでね、能力的に考えればこいつはミート S の99の選手ですから、一番可能性がある選手と言ってもいいでしょう。まあ仮に4割打てなくても、まあここまでのね、僕が作ってきた選手の中の一番高い打率3割6分5厘は優に超えてくるんじゃないかなと思います。じゃあ今から行きましょう。4割期待するで、1年のシーズン開幕。さて、1年のシーズンが終了いたしました。打率の方はどうなったのか。この選手でもしも3割打ててなかったら、もうどうやって3割打つか分かんないね。まあ、とにかく3割は確実です。パワーもありますので、ホームランも2桁は余裕でいってると思います。すごい成績だと思うんで期待してみよう。今期の成績オープン、ダダダン。うわー、3割5分2厘かー。いや、いいんだけどね。はい、このシリーズで3割5分を超えたのがこれで2人目。しかし4割までは4分8厘届かずですね。成績の方を見ていきましょう。打率は3割5分2厘、529打数の186安打。本塁打は31本。多いね。やっぱパワーありますからね。これくらい打って何ら不思議でもない。打点は112打点ですね。で、盗塁、併殺が13個って多いね。盗塁は0、出塁率は4割2分5厘で、OPS は9割9分6。OPS で見ていくと、ここまで作ってきた選手の中で2番目に高い OPS となりますね。いや、普通にいい選手で驚いてるんですが、やっぱ4割なんだよね。本塁打を捨てても率だけを残す選手になれば4割打てたかもしれない。普通にいいよ、これ。マジでいいよ。ちなみにこれなんかタイトル取ったんじゃないかな。その他ね、リーグで4割バッター打ったのか、いるのかどうか確認していきます。まずはパリーグ編から、オープン。おー、柳田の3割6分1厘。すげーなー。ほんで、セリーグだとどうだ？オープン、ダダダン。あー、やっぱこれは俺が作った選手となるんだね。はい、僕が作った選手は首位打者。そしてタイトルは、本塁打は取れてないね。打点もこれは山田か。あれ、山田トリプルスリーじゃね？だよね、これ。あ、盗塁の方ではあれだ。違うね。で、出塁率も筒子を負けてる。あー、結局取れたのは首位打者のみ。あ、最多安打取れてるかもしれない。どうだ、この辺は。あ、首位打者と最多安打のタイトルを取れましたね。残念ながら4割は打てませんでしたけどね、1選手の成績と見たらかなりリーグでも最高峰のね、トップレベルの成績ですから、そこは喜ばしいんですが、そういう目的で作ってるわけじゃないからね。これが対決策サクセスってやって、今やってるあのシリーズならば非常に嬉しいよ。どの選手も蹴散らすことができただろう。しかしそれじゃないからね。残念。このシリーズ7人目、能力的には一番期待できる選手は、4割を打つことができませんでした。さて、お次はこの実況2人目の選手をオートペナントで回していこう。この選手は日ハム、3番ライト固定で1年のシーズンを回します。能力的に見てみると、この選手は、今回作った選手の中では2番目にミート力がある選手ですからね。まあやっぱさっきの選手と比べると能力的には劣るが、まあミート力 A ありますからね。十分4割を期待できるパワーもあります。すごい選手だと思うんでね、期待してみましょう。じゃあ行こう。1年のシーズン開幕くん。1年のシーズンが終了いたしました。果たして打率の方はどうなったのか。4割あるかな。成績オープン、ダダダン。うわー、でもちょっと喜んでる自分がいる。はい、3割バッター、このシリーズ、4人目ですね。はい、成績の方を見ていきましょう。残念ながら4割は打てませんでしたけど、打率は3割1分1厘。日ハムの中でも一番高いね。ちなみに、大谷はどんな感じ？あれ、大谷いない。大谷どこだ？あれ、大谷は、あ、0割だ。あ、でも4打数しか経ってないね。なんでだろう。わかんねえや。まあいいや。ね、579打数の180安打。おー、2塁打42本は多いね。これリーグの中でもトップじゃないですか。本塁打16本。打点は103打点。なんか、松井秀喜のヤンキースの1年目みたいな成績だね。本塁打数はそこまででもないけど、打点が100打点いってるっていうね。素晴らしいよ。
で、出塁率は3割6分12。あら、ちょっと間違えましたね。で、出塁率は3割6分12。OPS は8割2分7。2連続でね、3割。そして100打点の選手を作ることはできましたけど、目的は4割ですから、これまた残念ながら、4割バッターを見ることはできませんでしたね。まあ、でもさっきの選手が無理だったならば、っていう感じだね。この選手でも無理。ほんで、セリーグでは3割バッターはいないね。これ山田トリプルスリーじゃないですか。あー、盗塁が28個と2個足りてないですね。本塁打は足りてる。だって、打率もいいんですけどね。で、パリーグは？あー、これも3割2分3厘、4割バッターは、このパワープロ2016では、なかなか見ることないね。ほんで、柳田これトリプルスリーですね。30盗塁。素晴らしいね。打点も100打点のおまけ付きだ。やばい。相変わらずの化け物っぷりでちょっとビビってるよ。残念。このシリーズ8人目の選手でも打つことはできませんでした。さて、このシリーズ9人目。そしてこの実況最後の選手をオートペナントで回していこう。作った選手はですね、ヤクルトセンター固定。で、打順は1番ですね。これで1年のシーズンを回します。能力的に考えると、ミート力がこの作った選手の中では一番低い選手になりますが、そんなのは関係ない。ミートがある程度あればね、A 以上あれば誰にでも4割打つチャンスっていうのはありますから、もしかしたら、こいつが打つかもしれないね。期待して見ていこう。じゃあ1年のシーズン開幕、頼むで打てや。1年のシーズンが終了いたしました。果たして4割は打てたのか。この実況3回目にしてこのシリーズを終わらすことはできるのか、見ていきましょう。今季の成績オープン。ダダダン。うわー、2割9分8。それなら3割は打ってくれよ、頼むからよ。残念。シリーズ初めてのね、作った選手すべての選手が3割超えというのは、あと2厘差、ヒットで言えばあと1本ですかね。これあと1本でも多くヒットを打っておけば3割乗ってるわけですから、足りなかったね。山田の打率が3割3分4厘、どっかで見たことある数字だな。うーわ、あと2厘。マジで？もう3割打とうよ、それなら。惜しすぎるわ、もう。4割とかどうでもいいから3割だけでも打ってほしかったわ。残念だね。はい、見ていきましょう。打率は2割9分8厘、581打数の173安打。本塁打17本で打点は53打点。で、出塁率は3割5分6厘、OPS で見ていくと7割9分5厘。数字で見ていくとね、総合能力も素晴らしいのですが、やっぱあと1厘という欲しかったところ。そこだけだね。残念。この実況3回目でも3割バッターを作ることはできずに終了してしまいました。最後にね、各球団で3割バッターが打ったのいないのか確認していきましょう。まずはパリーグでは3割4分1厘、清田の打率だね。ほんでセリーグでは山田かな。あ、やっぱ山田の3割3分4厘だ。で、トリプルスリー達成か。あ、達成だね。はい、おめでとう。もう本当、毎年トリプルスリーだね。ありがたみなくなるわ。誰も注目しない。流行語大賞になるわけがないんだよな。こんな達成してたらね。OK、じゃあ実況3回目の実況見てくださった皆さんありがとうございました。残念ながらね、また4割バター作れず。で、最高打率もね、更新することはできませんでした。いや、俺は1人目の選手がね、ここまで作ってきた3割6分5厘の打率を更新するかなと思ったら3割5分2厘。もっと上いけたんじゃねえかなとは思うけどね。まあ数字として出ちゃったもんはそれで仕方ないからね。次回実況4回目ではもう4割バッター作れるようにね、また頑張っていきますのでね。次回の実況もお楽しみに。じゃあグッバイ、また会おうぜ。へいー。